改めまして、こんにちは。こんにちは。
もありますが、ありますが、ちょっと今日は良くないですか。ちょっと肩リラックスさせてよろしくお願いします。改めまして皆様、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。改めまして私たち和太鼓光と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。和太鼓光は熊本市内を中心に活動している、創作和太鼓チームです。和太鼓光が、運営する和太鼓教室の生徒のみんなと今日は、ステージに立たせていただきます。1曲目に演奏いたしました星野源が歌っているドラえもん、みんなも聞いたことありますか。聞いたことある。あ、ということでですね、はい、ドラえもんですね、スピードをちょっと遅くして、あの子供たちが叩きやすい速さで、演奏いたしました。和太鼓の魅力を世界へ向けて発信するというコンセプトをもとに、日々活動を頑張っております。世界へと言いましても、ね、あのどうやって発信していくのということなんですが、やはりコロナであのこういった芸術関係 の、 分あのジャンルというのはステージに立つ機会というのが大幅に減ってしまいました。なので、ネットを使って SNS、YouTube とかですね、ライブ配信アプリを使用して、和太鼓の魅力発信を今頑張っているところです。それと並行してですね、和太鼓教室頑張ってコロナの間も運営を続けてまいりました。今日は私含め総勢17名で伺いました。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。今日は全5曲演奏いたします。1曲目が終わりました。次は大河という曲を演奏いたします。よろしくお願いいたします。
とうございました。最後楽しみいただけましたでしょうか。ちょっとね、長い曲だったんですけれども、この曲は川の流れを人生に、間違えました、人生を川の流れに例えた曲でした、ね、あの曲なんですけれども、最初締め太鼓の小さな音から始まって、熊本の方ではあのご存じない方いらっしゃらないと思うんですが、白川水源みたいなですね、あんなイメージです。綺麗な高清水の中でポコ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 と水がこう湧き出て、それがだんだん小川になって大きい川になって上を曲折を経て最後は海底へになると、そんなですね壮大なストーリーをこの1曲に込めました。実はこの曲ステージでお客様の前で披露するのは初めての曲となります。みんなですね緊張してたと思いますが、どうでしたか。大丈夫ですか。緊張しましたね。緊張がもしかしたら伝わってたかもしれません。次の曲はファイヤーという曲です。こちらの曲も激しく楽しく聴いていただける曲となっております。どうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。
日は誠にありがとうございました。気をつけ、礼、ありがとうございました。